マスラク業務地区のパノラマ、2014年。マスラクの眺望、2007年。マスラクは、トルコ、イスタンブール市街地のヨーロッパ側に位置する、サリエル地区の主要な業務地区の一つ。基礎自治体であるサリエルやベシクタ州に近いところにあるが、かつては別の基礎自治体死守里の飛び地であった。このため2012年10月18日に、トルコ議会の内務委員会の承認を経て、 マスラクの管轄権は、シシュリからサリエルに移管された。マスラクは、金融のレベント業務地区と、超高層建築物の建築プロジェクトを競い合っている。現在のところ、マスラクで最も高い建物は、47階建てのスパインタワーで、高さは202メートルに達しているが、マスラクで最も高くなる建設中の建物は、ダイヤモンド・オブ・イスタンブールであり、 中央部で連結された3棟のタワーのうち最も高いものは地上53階建てで完成すれば270メートルに達し、隣接するレベント業務地区にあり、目下のところイスタンブールでもっと高い54階建て261メートルのイスタンブールサファイアを上回ることになる。また、ダイヤモンドオブイスタンブールはトルコにおける最初の鋼鉄作りの構想建築となる見込みであるが、 これは、例えば、アメリカが州国における状況とは異なり、コンクリート作りよりも、鋼鉄作りの方が、コストがかさむという事情がある。鋼鉄作りが選ばれた理由には、イスタンブールが活断層に沿って立地しており、鋼鉄作りの方が地震への耐性が、比較的大きいことがあったが、対価の観点では、コンクリートの方が優れている。 イスタンブール地下鉄の M2 には TUIO ザが駅とアトタークオートサニーの2駅があり、マスラク業務地区や近隣の住区に便利である。マスラクにあるイスタンブール工科大学の ITU スユレーマン、デミレル文化センター。イスタンブール工科大学が構える5つのキャンパスのうち、アヤザーキャンパスはマスラクにある。ありがとうございます。